どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は、ハッピーホスピタルというゲームをやっていきたいと思います。なんかこのゲームね、アプリランキングの上位にね、常にいるんですよ。で、なんかね、気になってやってみるんですけど、なんかすごい見ててスッキリするような治療ができるっぽいんだよね。結構そういうの好きなんで、スッキリしていきたいと思います。病院嫌いな方は、チャンネル登録と高評価で教えてください。ちなみに私はめっちゃ病院嫌いで、もう匂いだけでも無理。ということで早速、レッツゴー!さあ、早速おじいちゃんいますね。この人、委員長先生とかかな?ポッケに手突っ込んで偉そう。こんにちは。私たちの病院は営業し始めるところです。私たちを助けてくれませんか?あ、これから営業開始するんだね。確かに、なんかいろいろとね、布がかかってて、まだ始まってないんだね。おー、楽しそう。星を一つ見つけました。病院のキャッキャッキャッキャー。大丈夫、おじいちゃん。落ち着いて、ゆっくり話していいからね。病院の拡張を手伝ってくれるはず。なのがはずって。もう強制的じゃないかい。これを使ってフロントを拡張しよう。待てよ。なんか嫌な予感してきましたね。星とか見るとね。多分、パズル。なわけないね。まさかね。いや、説明にはパズルなんて一切書いてなかったから。ね。そうだよね。とりあえず、はい。星一つ使って、フロント、おー!楽しそうじゃん!え、選べんのこれ。すごい!あ、これだけ、こうやってどんどん選べるなら、怪しい。ダイヤとかコインとか、怪しい。ちょ、待って、嫌な予感が。これ、当たりません。あ、大丈夫、大丈夫。そんな説明、見なかったよ、私は。じゃ、このね、明るいね、ハッピーホスピタルって言うぐらいだから、ハッピーそうなカラー、イエローでやっていきましょう。幸せの黄色。そして、よくできました。でも、私たちにはまだやるべきことがたくさん残っています。おじいちゃんクリックすんの?拡張するためには、さらに多くの星が必要です。うん。で、星をもっと手に入れよう。おいおいおい、やめろって!パズルやないかい!パズルやないかい!え?星をもっと手に入れるために手伝ってくれますか?サンフランシスコに行きましょう。サンフランシスコに行く?おーおー、いいよ、かっこいいよ。コインを40枚獲得。あ、違うかも!あ、あ、ごめんなさい!これパズルゲームじゃないかも!嬉しい。もう私はね、散々広告詐欺にあって、何回もね、パズルゲームしてきたんで。はよかった。すいません。もう詐欺とか言って。ごめんなさい。コインは40枚獲得。3名の患者の中、ちょっと日本語がよくわかんないけど、やっていきましょうか。どういうことだ?サンフランシスコへようこそ。私たちの病院はオープンしました。早く手伝いに来て。うん、来てる来てる。あ、お客さんをこうベッドに寝かしてあげるんだね。あ、楽しそう。で、何?クリック。おー、この人はお医者さん。はい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 。で、お薬が必要だから、お薬を取って、渡してあげるんだね。え、面白いじゃん。いいよ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 。あ、男の子来た。あなたが把握しとく。しし落ち着いて。決められた営業額を達すればクリアできます。あ、なるほど。ノルマがあるんですね。あ、いらっしゃいませ。この子はここに座らせ、ドクター呼びます。はいはいはい。いや、この子元気だったね。よかったね。ありがとうございました。ありがとうございました。で、これお薬かな?これ。早めに取っとくか。あ、違った。治った。何したの?お腹撫でただけで治ったんか?あ、いらっしゃいませ。完全に病院の挨拶じゃない。大丈夫ですか?この子大丈夫かな?なんかさ、布団の柄独特じゃない?心臓じゃない?これ。あ、よかったよかった。やったやった。元気。お!早いね。最初だから。よーし。あ、楽しいぞ、これ。なにこれ?プレゼントとかもらえんのかな?新しい設備、カラー超音波がアンロックできます。お、いいね、病院っぽい。はい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 。お、うわ、あ、楽しいこれ。で、これはもうこれしか選べないから。はい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 。うわ、最先端って感じするわ。え、面白い。よかった、どんどんやっていこう。次のステージも。コインを96、あ、これ目標なんだね。コインを96枚獲得するのと、5名の患者さんを治療するのが目標。はいはい、なるほどね。お、新しい機械が、はい、できましたね。こんにちは!どうされましたか?あ、なんか腕骨折されてました?今なんか。交代ばかり。お、美人、美人先生。でね、これ。この方、ここ。うわ、すげえ!最先端っぽいな、坊や、どうした?とりあえず、一回寝転がるんだね。そして先生を呼ぶんだね。そして、患者さん、まだ治療が必要なんで、この方。ありがとうございました!あ、よかったよかった。骨折ではなかったんだね。で、使用する前に何?ベッドを作ってください。え、どういうこと?ベッド直さなきゃいけないの、これ。あ、ベッドメイキングとかもあるんじゃないか。ホテルみたいな感じで。じゃ、これ直して、これ直しといて。はい、オッケー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 。で、その間にこの方これね。で、はい、ベッド行って。え、これ何してんだろうね。あ、男性なんかこれ、怪我されてるわ。あ、まだだ。
ちょっと待って、大丈夫か。お医者さん呼ばないと。急ぎ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 で。あれ、ベッドメイキング、ベッドメイキング。で、この方もなんかこのコーディフィーみたいな、コーディフィーみたいなやつやって、で、はい、お待たせいたしました。結構忙しいな、これ。あ、お医者さんこっち、お医者さんこっち。あ、じゃあ、へへへ。いよいよいよ。お薬暇そうだな。てか、みんな美人だな。ここの医者さんみんな美人なんだけど。ねえ、よし、クリア。いいね、楽しい。新しい設備、休憩エリアがアンロックできます。休憩エリアとかもあるんだ。え、選べんじゃん。うわ、かわいいな、この水色のカラー。けど、ここはやっぱりね、幸せのイエロー。幸せの黄色でいきましょう。お客さんとか見れるのかな？あ、なに？これらの思い出が気に入ります。日本語意味わからんな。やるべきことを一つ完成すると、新しい思い出がアンロックされます。あ、なんか記録されるみたいな感じなのかな？え？なにこれ？同僚と過ごしたすべての楽しい思い出を覚えたければ、ここに来てください。サンフランシスコの日の光の下で私は緊張しながら最初の仕事に足を踏み入りました。これ私の思い出なんかな？よくわかんないけど。あ、でなんか、あ、ダイヤもらえんじゃん。これダイヤ何に使うんだろうね。よくわかんないけど、じゃあまたパズルやっていきましょう。パズルっていうかなんか本当にもう患者さんを治してあげるんだね。いやでも待って、すっきりするみたいな要素、今んとこ、まだなのかな？多分これからなんだよね、きっと。うん、うん、信じよう。うん。さあ、新しいお薬追加されましたね。しまった、トレイがいっぱいになりました。この使えないアイテムを早くゴミ箱に入れて、トレイの場所を開けてください。使えないアイテム、どれのこと言ってんの？はい、あ、お薬を使えないアイテムって言うな。はい、こんにちは。どうなさいましたか？とりあえずドクターに見てもらいましょうね。美人先生。で、お薬が必要なんだね。はいはいはい。そして女の子もね。で、ドクター呼びますよ、ドクター。はい、ドクター。で、あ、この子お薬持ってって。で、これ必要なんだね。看護師さん、大忙しだな。はい、持ってって。2回シーシーケーキで、その後すぐよ。はい、すぐ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 。はい、すぐベッドメイキングからの、ありがとうございました。そしてベッドメイキングしようね。で、あ、ドクター呼ばなきゃ、ドクター。これ結構やることを忘れちゃうな。で、コーディフィーみたいなやつ。で、ベッドメイキングはまだしなくていいの。あ、わかった。何すればいいのみたいな感じだったのね。ごめんなさいね。はい、ドクター。ドクターすぐ呼び、ドクター。そして、お薬、お薬やって、お薬、はい、持ってきて、持ってきて。はい、で、こっち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 。なんで、ハテナじゃないの。あー、ベッドメイキング。あ、やばい、ベッドメイキング。急いで、急いで、早く。じゃあ、ここって。そう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 。やばい、女の子待ってるから。女の子待ってるから。その中、ここでなんだ、これ。で、熟者。熟者やるわ、熟者。はい。大丈夫ですか、女の子。お薬やって、女の子。この方一番大変。で、この方一番楽なんだろうな、きっと。で、こんなことしかしてないからね、そこで。これで終わりかな？はい、ありがとうございました。お元気でどうぞ。お元気でどうぞってなんやねん。さあ、あ、なんだ？新しい設備、甘い空間がアンロックできますなんで。え、なんかさ、久しく私病院行ってないんですけど、今の病院ってこういうケーキあるんですか？まあ、作るか。あ、でもここなんか休憩スペースだもんね。すごい。どれがいいかな？美味しそうなやつ。でもケーキの種類は全部一緒っぽいな。え、これ良くない？で、ちょっとあの椅子の色に合わせて。あれ、なんだこれ、絵文字は。かわいいな。え、なにこれ？私たちの研究所は一新されます。それと同時に、これらの施設装飾は、ハッピーを生み出します。あ、なんか、装飾加えると、このなんか、ハッピーゲージが溜まってくんだね。ハッピーゲージが満たされるとき、あなたはプレゼントを一つ獲得できます。なにこの Google 翻訳で訳しましたみたいな感じの日本語。ま、海外のゲームだからね。はい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 。で、これ、ドクターは何なの？あ、ドクターを呼ぶと、こう、アンロックできていくって感じなんだね。あ、じゃあ、どんどんやっていこう、ミニゲーム。でも、これ楽しいわ。星を集めるためのミニゲームも楽しくて、病院を拡張していくのも楽しいって、めっちゃいいゲームだ、これ。うん。ただ、なんか、スッキリするような治療がないね。うん。あれ？病院をアップグレードして、サービスの品質を上げてください。最初のアップグレードは無料です。お、ナイス。お、なんか、トレー、あ、2個一緒に運べるようになったんだ。なるほどね。はい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 。あ、ここら辺もアップグレードできそうじゃない？あ、コインでなんかアップグレードとか。はぁ、なるほどね。かわいい！移動速度強化、このロボット。え、ちょ、かわいくない？雇おうか。さあ、じゃあプレイしていきましょう。今回は1分35秒の間にコインを160枚獲得してくださいってことかな。オッケー、頑張りましょう。まあでもね、いけるっしょ、アップグレードしたんで。はい、こんにちは、どうぞ、とりあえず出てください。で、読者やめまーす。よし、もうオッケー、オッケー、オッケー。で、何？複数のアイテムをタップすることで、看護師の行動行列を指定することができます。だから2個一気に選んで運ばせるんだね。あ、なんかでも看護師さん歩くの早くなった気がするんだけど、はい、ドクター呼びます。それ、ありがとうございました。で、はい、ベッドメイキングね。ほい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 。あ、いいよいいよいいよ、読者。
忘れずに属者、そしてベッドメイキング、はいはいはい、でコディフィ、コディフィね、すごいな、最先端感あるね。来た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 、坊ちゃん、はいはいはい、はいどうぞ。で属者やめます、でベッドメイキング忘れずに、ベッドメイキングをね忘れがちだから、で薬やって薬、はいはいはい、でこの寝てる寝てる、属者やめます。でこっち、お薬はね2回タッチしないといけないからね。でこれ何の治療してるんだろうね、ただただなんかお腹もみもみしてるように見えるけど、で、あ、寝かせなきゃいけないのね、はい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 。で属者が不在、属者が不在なんだね、属者大忙しい、はい、属者急いで急いで、その間ベッドメイキングからの属者、はい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 、急いで、でベッドメイキング OK、 でコーディフィーで属者、はい OK、 やばい、ベッドが足りない、ベッド増やした方がいいから、薬だって薬、はいはいはい、急いで時間が18秒、これいけるかな、あ、持ってて、はい持ってて、そのからの、やばい、急いでベッドメイキング、はい、で寝かせる、で属者、やばい、あ、いけたか、これいけたにし、いけたにしくんから、いけたにしって何、どうだ、やばい、時間がない、あ、寝かせろ、とりあえず寝かせよ、やばい、いけたいたか、ポキチクチクショー、いけたんじゃないこれ、あ、喜んでるね、あ、OK、 結構余裕だったかもしんない、344枚コイン集まりましたね、あ、プレゼントあちょっとでもらえそう、何が入ってるんだろうね、さあ、新しいシェーブジュンペッセイプスエイエン、どうしたドクター、大丈夫か委員長、老化石がアンロックできます、老化石、なんかさ、もうちょっと医療的なやつをアンロックしてほしいんだけど、おしゃれだな、うわ、高級感半端な、これもなんかさ、地味にね、椅子のところになんかキルティングみたいな模様があるわけよ、おしゃれすぎんか、どうする、でもこれもう一番高級感のある紫にするか、いいね、いつでもコインを使って装飾を変えることができます、あ、そうなんだ、一回選んだけどまた変更できるんだね、なるほどね、装飾を長押しして切り替えます、はいはいはい、あ、なるほど、でコインを使うんだね、 OK、 あ、こうやって見れてくるんだね、あー、でここら辺まだまだこんな感じで、ウォーターサーバーで飲んでるけど、お客さんいなくない、お客さんっていうか患者さん、まだまだ暇そうだよ、だってカウンターの人も、じゃあまたやっていきましょう、そろそろなんかプレゼントもらえそうだったしね、病気の難易度が上がりました、医者が患者を治療する時間を増加させます、あ、そんなのあんの、医者をアップグレードすることで患者の治療速度を上げることができます、だからステージのレベルを上げるとともに私も治療方法とかのレベルを上げていかなきゃいけないんだね、じゃあこちらコインも惜しまず使っていきましょうか、はい、レッチゴー、今回はコインを204枚獲得、8名さんの患者さんを治療する、で患者を失わないでっていうのは、待たせてお家に帰らしちゃいけないってことだね、でも今のところ待たせるってことはしてないから多分いけるね、このアイコンはこのステージで患者を失ってはならないことを意味します、待って、患者を失う、治療失敗とかあります、ね、手術失敗とかあります、もしかして、大丈夫だよね、ハッピーホスピタルだよ、手術失敗はないよね、さすがに、もし患者が待っている時に忍耐力を使い切って離れればこのステージは失敗します、あ、やっぱそっか、待ちくたびれさせすぎるちゃう、ダメってことだね、はい、じゃあ坊ちゃんこんにちは、どうぞ、でドクター呼びます、ドクター呼び忘れないことがマジで肝心だから、はい、コディフィで、はい、ではこちらどうぞ、で、はい、ドクター、あ、早いね、あ、早い、課金したから早くなってるわ、で、ね、薬だって薬だ、持ってて、はい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 、薬持ってて、でこれ何の治療してるんだろうね、本当に、ありがとうございました、で、はい、ベッドメイキング、次もベッドメイキングだよ、はい、はい、できた、そうだ、結構これ忘れがちだな、ジョクシャー、やめまーす、さあ、今ベッド空いてるよ、お客さん来ていいよ、はい、来た、いつも同じお客さんだから、もう毎回病気になっちゃってるのかな、大丈夫かな、はい、ベッドメイキング、からコジフィ、いいよ、はい、で、どうぞ。はい、熟者呼びまーす。あ、いいじゃない。だいぶ慣れてきたよ。そろそろお薬、はい、二つ取ってって。で、こっちだよ。あ、もうすぐにクリックすればいいんだね。なるほどね。から次、はい、ベッドメイキング。忙しいで。一番忙しいんじゃないかな。はい、熟者呼びまーす。はい、はい、はい、次。こう。あ、もう、ポンってこれ指定してきるんだ。なんでそう、待って。あ、薬準備するのにもこれ時間かかる系なのかな。なるほど。そういうのもあるんだ。今急がないと。はい、で、ベッドメイキング。いいよ。はい、オッケー。で、ドクターが待ってる。ベッドメイキングしといて。で、ドクター。オッケー。です。寝かせる。で、ドクター呼ぶ。で、コディフィ。コディフィっていうのが CDFI。CDFI コディフィっていうのかな、わかんないけど。さあ、お薬を用意する時間もちゃんとあったんだね。この人なんか暇そうとか言ったけど、ごめんなさいね。うん、暇そうとか言って。さあ、はい、お元気で。ありがとうございます。なんか嫌だな、こんな。落ち着かないね、こんな病院。はい、OK。いや、楽しいな。いいぞ。あ、プレゼント、おぉ、1500コイン結構多いじゃない、やったー、大サービスありがとう。お、
新しい設備、射出付きが射出付き射出付きってなんだがロックできますぞ。なんかアレンジ加えちゃった。うわ、なんか宇宙船みたいじゃない、もう。最先端すぎるでしょ、この病院。めっちゃいいやん。あの看護師さん美人で最先端で綺麗で高級感あって、めっちゃいいじゃんね、この病院。さあ、これアップグレードできそうですね。これベッド増やすか、ベッド。あとはスタッフは、てかあれ、ロボットいなかったよね。これはあれなのかな、この看護師さんの移動速度を速くするってわけで、別にロボットが登場するわけではないんだね。なるほど。で、あとこれは収入を上げることができるんだ。コインを集めやすくなるみたいな、そんな感じ。ゆくゆく役立ちそうだから、そうだな、じゃあこの CDFI これやりますか。そしてスタッフも早くしよっか。はいはいはい、 OK、 これで一旦行こう。レイチゴ、コインを140枚獲得、1分35秒が制限時間ね。あれ、ベッド増えた。 OK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 。 あ、なんでこれ新しい注射じゃない、面白そうだぞ。新しい治療方法、はい、ドクター呼びます。はい、テキパキテキパキと。で、注射を取ってここに積もっていくんだね。はい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 、でドクター呼びます。え、どんな注射法、ね、注射方法見え、注射してる姿見たかったんだけどな。で、もう一回注射するんだ。あ、元気だったね。よかったよかった。で、ベッドメイキングよろしくね。ありがとうございます。で、次ここね。はいはいはい。やっぱこの看護師さんが一番忙しいね。完全に。注射かな？お注射でちか、違いまちたんね。お注射ではありまちんでちたんね。待って、あ、違う違う、あ、ここで、あ、ちゃあちゃ、きちょまちゃん、ぷしかしてぷかそんわついちょうちんちょう。へへ。何語？待って。ちょ、待って待って。あ、違う違う違う。これ取って。これ取って。やばいやばいやばい。もう押しすぎてやばい。これ！ちょ、待って！やばい！あ、ここ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 、やばい、ちょ、待って、待って、待って、違う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 、やばい、あっちこっち行ってる、やばい、違う、ここ、あー、違うのよ、待って、何してん、ここって、ここって、やばいって、あー、やばい、あー、違う、何してんの、待って、あ、やばい、あ、帰っちゃったから、大丈夫かな、直射やばます、やばい、やばい、ベッドメイキング、ベッドメイキング、ベッドメイキング、よし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 、やばい、次、これ、やばい、やばい、ちょっと難しくなってきたかもしんない、ね、あ、直射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 、注射器2個持ってんじゃん、待って、大丈夫か、注射が、ベッドメイキング、ベッドメイキング。はいはいはい、ベッドメイキング、ベッドメイキング。はい、ジョクチャやべ、ジョクチャ。大丈夫？薬も取っか。コージファイ、コージフィ。あ、これでもなんかね、さっきアップグレードして収益もらえるようになったから、いいんじゃない？あ、やばい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 、あー、帰っちゃっ、あ、でも、成功なんだ。帰っちゃったけど、成功なんだ。あ、よかった。今のところ失敗してないね。おーし、いいぞ。楽しいな。さあ、新しい設備、心臓病室がアンロックできます。心臓病室。怖くない？なんか。ねえ、これ何？これ何なのこれ？なんかさ、あの、氷の結晶みたいな。ねえ、見えるけど。え？え、何？医者の外観を選んでください。なんだそら、急に。ちょ、こっちの方の方がタイプだけど、あれ、髭剃ってくれないから、顎髭。あれ、髭ない方がタイプなんだよな。ちょっとさ、今度髭剃ってきてね。うん。何？また素晴らしい思い出が現れました。これはあなたへのプレゼントです。何、思い出のプレゼントって。ほい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 、わっ、そう、600コインとなんか時間ゲットしましたね。ん、どういうことだろう。あ、でもここになんかあるんだね。健康維持のため、私は毎日3キロのジョギングして病院にやってきます。大学時代の教授に会ったが、教授は近視で目が悪くなったにもかかわらず、まだ私のことを覚えてるとは思いませんでした。あ、よかったね。ってか待って、これ私の思い出っていうよりもこの看護師さんの思い出じゃない？待って、一個、あ、この看護師さんもしかして私？あ、あ、こんな美人だったっけ？あ、腕、さあ、なにこれ？あ、なんかデイリーボーナスみたいになるんだね。はい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 。さあ、続いてやっていきましょう。あ、さっき雇ったばっかりのお医者さんいますね。この方、じゃあ早速レベルアップしていきますか。なんか心臓の治療とか出てくんのかな。で、このマークなんだろう、このマーク。よくわかんないけど。でもこれ以上できるとしたら、なんかよくわかんないけど、このマークついてるやつアップグレードするか。さあ、やっていきましょう。1分35秒の間にコインを180枚獲得でもいけんじゃない？結構余裕な気がするんだけど。さあ、こんにちは。こんにちは。患者はもう待ちきれません。早っ。直ちに何かをしなければ。え、これ3秒しか待ってくんないの、せっかちすぎんか。え、時空凍結が発動されまして、なんだそれ。今震えてたけど、いや、怒ってなかった、大丈夫？あ、心臓が悪いかもしんない、大丈夫か。え、早く治してあげよう。え、本当にこのお薬だけで治るの、大丈夫かな。あ、これさ、このマークはあれなのかな、必要な治療方法によってベッドにマークが出るみたいな感じなんだろうね、きっと。はい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 、わかりやすいね。はい、じゃあベッドメイキングしてね。で、はい、ジョクシャやめます、ジョクシャ。
属者呼びますよ。はい、で、ここどうぞ。空いてますか。はい、で、ここベッドメイキングしてね。で、隙ができたら属者呼びで、ベッドメイキングしてね。で、はいはいはい、どうぞどうぞ。あー、もう上手くなってきたぞ、私とっても。属者。属者どうぞ。で、これ特にさ、でもさ、あ、注射器、注射器。で、持ってきて。はい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 。で、こっち。いよいよ。いや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 。はい、テイキバキテイキバキ。頑張り屋さん、偉いね。はい。で、次はここやってね。で、読書やめまーす。いいぞ。でも、これさ、どこをクリックしたか分かんなくなりそうだな。はい。はい。はい。そして、あ、やばい。次、ベッドメイキングね。はい、ベッドメイキングして。はい、オッケー。いいよ。あ、読書。あ、ちょいちょいね、忙しくなるとね、読書呼ぶの忘れちゃうからな。はい、で、今度はお薬。お薬取って、持ってって。で、今度は、注射器取って、ここに運ぶだよ。で、はい、どうぞ。で、コージフィー。はい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 。で、隙ができたら、ジョクチャー呼ぶんだけど、おー終わった、あ、いいね、あ、うまいんじゃないか、これ楽しいわ。新しい設備、マガジンラックがアンロックできます。おじいちゃん、院長先生、なんかちょっと、お言葉ですが、もっと医療機器を優先にアンロックした方がいいのではないでしょうか。なんか装飾優先になってないか、なんか、すごい、なんか全部独特だな。どれがいいかな、まあ、これにしよっか。この三角形。何これ、課金させようとすな。さあ、やっていきます。1分35秒の間にコインを184枚獲得すればいいんですね。でもね、だいぶ慣れてきたよ。はいはいはい、どうぞ。で、読書呼びまーす。あ、結構でもお客さん来るの早くなってきても、急ぎ足になってる。はい、読書呼びまーす。これあれなのかな、専門のお医者さんがいるんだね。はい、あ、ベッドメイキング、クジフィで読書呼ぶ。はい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 。で、どうぞ。で、お薬取って、持って行って、読書呼びまーす。楽しい、これ。はい、注射器持ってきて、で、ここに置いてきてくださいね。で、その後はベッドメイキングしてください。なんか私がなんか天空から指図してるみたいな感じだね。ある意味私がここの委員長的な感じ。はい、ベッドメイキング。グダグダしてらんないからね。時間は有限ですから。はいはい、で、で薬持ってきて。薬持ってって。はい、お姉さん。そして、僕ちゃん、ここね。で、今度また、薬取って、今度はこっち持ってくんだよ。OK かな？そして、私は、属者を呼ぶことを忘れない。あ、ただ、ここ、そっか、ここ忙しいから、あれなのか。属者待ちなんだね。あ、じゃあ、お薬取って、はい、運んで。はい、よかった。で、運び終わったら、すぐベッドメイキングだよ。忘れないでね。なんか、うざいやつみたいだな。おーっと、ちょっと、君、運べてないじゃないか！ダメじゃないか！やばい、早く持ってって。急げ。で、次、はい。で、注射器持ってったらここに運ぶから、それが終わったらベッドメイキング忘れちゃいけないからね、ベッドメイキング。はい、やばい。やばい。ちょ、待って。急いで、で、ドクターで、ベッドメイキング。やばい、待って、コディフィー。やばい、結構忙しい。ベッドメイキング。ベッドメイキングからの、はい。で、ドクター呼ぶ。オーケー、危ねー、おー、ヒヤヒヤ、ふぅ、いいね、大忙しだな、うん。お、新しい設備、エレベーターがアンロックできますぞ。お、あ、上行けるようになったんだ。あ、先にエレベーター作る前にこれ作ってたんだね。どれが、うわ、かっけ。これが多分ね、無難なんだけど、これかっこよくない？なんか最先端っぽくて。よし、これにしよう。はい。でもさ、なんか、アンロックしたところでお客さん来てなくない？お客さん外にはなんかいるっぽいけど、ちょいちょい。入ってきてないし、ずっとこの人ウォーターサーバーで水飲んでるし、暇そうに突っ立ってんな、この人。さあ、もうあっという間にレベル9やっていきましたね。そして、そうだな、ベッド増やしますか。ベッド増えるだけでだいぶ変わるからな。はい、1分30秒の間に184枚獲得ですね、コインを。オッケー。ベッド増えるだけでだいぶね、お客さん寝かせることができるから、待ち時間短縮できるんじゃないかな。はい、ドクター呼びます。もう完璧な仕事をこなしていきたいと思います。あ、待って、間違えた。注射器持ってきて、こっちに持ってきて。はい、で、ドクター呼ぶ。はい、でもおねんねを、おねんねさせてくださいね。そして、お薬持ってきて運んでください。そして、ドクターを呼ぶ。で、寝かせる。で、お薬運んだら、今度はまたこっちを持って、今度はこっちに持ってってくださいね。はい。大忙しですよ、大忙しい。で、今度はまたこれ取って、これ、運んでください。はい。いいよ。で、ドクター不在、ドクター、はい、呼ぶ。はい、私はね、ドクターを呼ぶことを忘れてはいけない。さ、オッケー。で、コージーフィー。で、はい。ベッドメイキング連続で2連発お願いします。はい、オッケー！ナイス！おーい、しゅ。はい、ドクター。やべ、ドクター呼ぶの忘れちゃいけないからね。はい。よ。で、コージーフィー。あ、コージーフィー混んでる！やべ、コージーフィーがめっちゃ混んでる！どうしよう！やべ、ちょ、え、なんか、こ、
こんにちは、ちょっとさきさん、あ、ちょっとさきさん、ありがとうございました。やばい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 。ラーメン屋さんで働いてた時の私が戻ってきてしまう。さすがにありがとうございましたみたいな言い方はしないけどさ。はいはい、大丈夫か、治るかな、これ。結構、同じ感じ。みんななんかさ、治療法同じ、大丈夫か。はい、ベッドメイキングしてね、ベッドメイキングしてちょうだい。はい、OK。はい、よし。で、呼んで、コリフィ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 。よしよし。で、お薬、あなたはお薬を運ぶのよ。OK かな、 OK ね。はい。運び終わって、治ったら、すぐベッドメイキング。はい、すぐベッドメイキング。はい。で、やばい、待って待って待って。あー、帰って、クリア、紛らわしい。紛らわしいな。うん、よかった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 。よーし、今のところノーミスですね。お、びっくりした。全く広告なかったのに、急に広告。綺麗と健康サポート。いったな、私は今。新しい設備、ロビーソファーがアンロックできます。いや、おじいちゃん、とりあえず医療機器をさ、アップグレードしないロビーソファーもおしゃれだな。え、無駄に家具にお金かけてない？ねえ、まあ、ハッピーホスピタルっていうぐらいだからそうかもしれないけど。え、どうするでもやっぱ、幸せのイエローで行くか、幸せのイエロー。何してんの？ここら辺とかも気になるけどな。あ、お薬買えるんだ、きっとここで。はい。でもあれ？待って。ちょっと待って。一回確認してくるね。なんかすっきりするゲームができるみたいなのあったはずなんですけど、ちょ、見てきますわ、一旦。いや、やっぱあるんだよね。こうなんかニキビをね、こう潰すみたいなのだったり、耳かきするみたいな、そういうなんか画像があるわけよ。え？お、え？全然、お、なんか、え、違くない？お、え？あ、もうちょ、もうちょっとやってみるか。まあ、そうだよね。うん、もうちょっとやってみよう。うん。さあ、レベル10ですね。で、なんか、新しいのがアンロックできるけど、コインがねえ。コインがねえのでやっていきましょう。で、コインを268枚獲得、10名の患者を治療で、患者さんを帰らせてはいけないと。オッケー。もうこれは本当にミスができない。で、新しいのがアンロックされましたね。これなんだ？水みたいなやつ。はい。で、読書やめまーす。はいはいはい。これなんか使えそうでね。なにこれ？はい、持ってって。で、ない。はいはいはい。読書やめまーす。はい、この、おねね。ウォーターサーバー。ウォーターサーバー。はぁ、そんなのあるんすか。へぇ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 。あ、やばいやばいやばい。急いで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 。で、ここに持ってって。で、次はこれ、注射器取って、ここに持ってってね。はい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 。忙しいなぁ。あ、まだまだまだ必要だって。結構連続でさ、治療が必要な方もたまにいるんだね。ドクター呼んで。はい、ベッドメイキング2連続お願いします。これ結構ね、頭使うわ。ちゃんと全体を見なきゃいけないからね。え、これ脳トレになるかもしれない、結構。ある意味パズルゲームなのかな、これも。めっちゃ楽しいよ、でもこれ。はい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 。喋りながらやるのがね、結構難しいんだよね。よし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 。最後にこれ、ベッドメイキングね。OK かな、これ。押せてるから、ちゃんと。よしよしよし。はい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 。ベッドメイキングして、はい、OK！ ナイス！で、コーディーフィーはここ。はい、で、ベッドメイキング2連続入りまーす！お願いしまーす！さあ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 、はい。はい、開いてますよー。で、これ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 。はいはい。それ運んだ後はお薬を運んでくださいね。いいよ。大忙しだね。いいぞ。楽しい。で、お薬運んだ後はベッドメイキング入りまーす。で、注射器を運びますと。で、お医者さんが今ね、はい、ちょっとあれだから、少々お待ちくださいね。はい、あなたはベッドメイキング。で、お医者さんはすぐ呼ぶからね。はい、ベッドメイキング。ベッドメイキングすぐだよ。あ、これでもクリアじゃないもん。あ、あれ、あ、まだ、喜ぶの早かった。勝手に喜ぼうとしてた。これで終わりかな？よかったよかった。はい、元気になれ。元気になれ。元気になれ。ありがとうございましたー。よーし。あ、プレゼントじゃん。1800コイン。いいね。さあ、今度はなんだ？お、新しい設備、自動販売機。おじいちゃん、何回も言うようだけどね。その前にやることがあるでしょ。おじいちゃん。自動販売機、いや、すごい、これ、え、これ、え、これ、こんな見たことないよ。もうこれを奇抜で、まあ、これはまあ、まだある。ないこれ、もうこれにするか。あ、なにこれ、毎日報酬っていうのがあった。はい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 。このなんかジェムみたいなやつは何に使うんだろうか。今のところ使い道がわかんないけど。見る。おいおいおい、広告？なんか見るって出たからクリックしたら広告なんだが。もうさ、広告の30秒って長いよね。普段の30秒は短いのに。広告30秒ってめっちゃ長いよね。で、これ何かもらえるってこと？はいはいはい。おー、あ、いいじゃん。あ、見て。まあまあまあいいよ。まあまあ、これだけもらえるなら、まあいいかなって思います。ってことで、じゃあこれアップグレードできそうだね。なんかいろいろと。どうするか。もうちょっとお姉さんにテキパキ動いてもらうのと、ベッドもうちょっと増やしてみようか？うん。これでいきましょう。1分35秒の間にコインを192枚獲得します。はーい。あ、なんかハンド
クリームみたいなやつ手に入ったよ。なんか新しい治療法が増えそうですね。はい、読書やめまーす。なんかね、まだ新しい治療法が増える予感しますね。ここが空いてるから。はい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 、大忙しだ、大忙しですね。はいはいはい、でコニフィ、はい、開けました、どうぞどうぞ。はい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 、で注射器取ってきてお姉さん。でその後は薬をここに運ぶのよ。お、いいね、楽しいねこれね。はい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 、いいよ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 。でその後多分ね、ベッドメイキングがそろそろ入ると思ったけど、それウォーラーサーバー、ウォーラーサーバーからの、はい、運んで運んでちょうだい。そして寝かせます。あ、ちょ、なんで戻っちゃうの。はいはい、ベッドメイキング忘れずに、はいどうぞ。あ、いいですね、ベッドメイキング忘れずに、はい、ドクターやめます。あ、いいね、やべ、このドクター人気ドクターだ。で注射器持ってきてちょうだい。で注射器持ってきた後は、この水をここに運ぶのよ。 OK。 でコーディファイはここね。はい、でどうぞ。 OK。 あ、いいよ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 。で薬、お薬持ってきてちょうだい。ハンドクリームみたいなやつと、これね、塗り薬か、ハンドクリームなわけないか、さすがに。で今度最後にここ行って、ここ行って、ここ行って、でその間終わったらベッドメイキングだからね。で毒素呼びます。はい、ベッドメイキングしてちょうだい。はい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 。でこのお姉さんマジで仕事早くないか、とても。でベッドメイキング秒で終わってるからね。待って、運んだらすぐベッドメイキングしてちょうだい。で、お、なんだ、あ、ちょ、はいはいはい、塗り薬か飲み薬と一緒に持ってってちょうだいなと。で、はい、ドクター呼びますと。で、それが終わったらウォーラーサーバーから水を運んでちょうだいなと。で、それが終わったらすぐベッドメイキングが入るからね。準備はいいかしら。はい、お願いしますね。そして、終わったー。でなんかこれ帰らしちゃうの、なんかさ、気の毒だよね、ここに帰らしちゃうのね。まあクリアならいいんだけど、いや忙しい、何してもめちゃくちゃ。お、釣り塔がアンロックできます。釣り塔ってなんか天井ランプだよね。おじいちゃん、ここの部屋とか多分治療室だと思うんだけど、そこやろうかね、おじいちゃん。おしゃれだな、何これ渦巻いてんの。どうしようか、なんかしよう、お前これにしてみるか。すごいね。あ、すごい、ミニゲームの中の治療室ちゃんと見れるんだね。ここで私がこう指図してたんだ。しかもちゃんとさ、置いたベッドの数があって面白いね。それはいいわ。はい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 、やっていきましょう。またミニゲームめっちゃ楽しいな。よし、コリファイ、これ治療速度を速くしましょう。1分45秒の間に236枚のコインを獲得と。やっていきましょう。さあ、じゃあどうぞ。おねんね、ベッド、ドクチュー。あ、かわいい女の子、この子初めてじゃない？かわいい。さあさあさあ、休んでらんないわよ。俺さ、忙しい日々が始まるわ、毎日の。はい、ドクチュー呼びます。はい、その後はもうすぐ注射器だよ、注射器。で、ベッドメイキングも多分すぐ入るから、ベッドメイキングの用意しといて。はい、あ、まだだだ、まだだだ、ごめん。お薬、ごめんごめんごめん。すまん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 。私が悪かったわ。はい、で、その後はすぐここ運んで、ここ、ここ行くんだよ。オッケー。で、それ終わったらもうすぐベッドメイキング入るからね。はい、そして、ドクター呼びます。ドクター呼びます。で、ベッドメイキングあなたはしてくのよ。で、私はすぐドクターを呼びます、ドクターを。あ、まだドクター呼べなかった、まだドクター呼べなかった。はい、呼んで、ドクター。よしよしよし、はい、おでんね。はい、からのおでんね。はい、ドクター呼んで、ドクター呼んで。はい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 、で、コリフィ、コリフィ。はい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 、これ早くなってからね、治療速度。待って、やばい、ちょっと要望が多くなってきた気がする。大丈夫か、まだ大丈夫。焦らなくて、焦らなくていい。はい、寝て、とりあえず寝かせる。で、コリフィ、開いたから。で、注射器、あなたは注射器。あなたは注射器を持ってきて。で、それが終わったら飲み薬と塗り薬をここに運んで。いいかな、いいよいいよいいよ。楽しい。で、はい、ベッドメイキング、からのコリフィ。はい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 。やばい。いける、これ。ドクターが。ベッドメイキングあなた、ベッドメイキングからの、はい、オッケーオッケー、いいよいいよ。で、ドクター呼んで、ドクター呼んで。はい、で、おねんね、おねんねからの、はい、ベッドメイキングベッドメイキングってマジでホテルなんだよな。今、で、あなたはウォーラーサーバー、ウォーラーサーバーから水運んでちょうだい。いいわね。その後は塗り薬と飲み薬をここに運ぶのよ。で、それが終わったらすぐにあなたはベッドメイキングからのウォーラーサーバーで運ぶのよ、水を。オッケーかな。仕事早すぎ、この子すごいプロなんだけど、マジで。はい、どうぞ。からのすぐに、はい、ここ注射器運んで、ウォーラーサーバーからのここ。はい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 、で、まだベッドメイキングが残ってるわよ。やばい、違う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 、ちゃんと運んで。終わった。クリアできた。うん、疲れるな、これ。お医者さんって大変だ。さあ、期待してる。お、新しい設備、部門概要がアンロックできます。なんだ、部門概要って。なんだこれ、お医者さんを紹介してんのかな、多分、そういう感じかな、多分。はい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 、ドクター紹介みたいな感じ。お、お、新しい医者を雇えるようになりました。助けが必要な診療科を一つ選んでね。え、
いいじゃん、面白そう。このマークさ、数字の3かと思ってたけど、耳鼻科かな。で、これは内臓みたいな。で、これが心臓みたいな感じかな。どうするか。だ、これが忙しいイメージがあるから、これにして。あ、美人お医者さん来ましたね。じゃ、美人お医者さんにしますか。うわ、美しい。美しすぎる。私が今まで会ってきた患者全員を忘れません。素敵な看護師さんじゃん。各患者が素晴らしいストーリーを持っていて、興味があればあなたに伝えるよ。あ、そうなの。なんかスポーツ万能とかあるけど、どういうこと。よくわかんなかった。まあコインがもらえてからいっか。よし、じゃあもうベッド最大限まで増やします。じゃあ1分50秒の間で7名様を直してあげるのね。7名様は余裕じゃないか。もうなんで簡単になってるまで。はい、こんにちは、どうぞ。メガネくん初めてじゃない。かわいい、なんかハリーポッターみたい。もう最近ハリーポッター見すぎかわかんないけど、もうね、なんでもハリーポッターに見えてくるわ。おじいちゃん、おじいちゃん大丈夫かな。すぐ直してあげるからね。うん、なんか私までおじいちゃんみたいな喋り口調になっちゃったよ。はい、忙しいよ、忙しいよ。はい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 、薬運んで、薬運んでね。はい、薬運び終わったらすぐ注射器をこちらに運んでちょうだいね。で、多分そろそろベッドメイキングの準備するのよ。 OK かな。はい、ベッドメイキング連続で入ります。はい、こんにちは、どうぞ。はい、でお医者さん呼びます。で、ベッドメイキング入ります。よし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 。あれ、ハリーポッターに2人目だ。ハリーポッター2人目。あ、じゃあ注射器、注射器。はいはい、僕らあっという間じゃないもん。で、はい、お薬を運んで病、先生呼んで、その後にベッドメイキングですね。はいはいはい。で、コリフェ、コリフェ。はいはいはい、オッケー。で、これはもうお薬を運びますと。いいよ。で、今度はこの塗り薬をこちらに運んでくださいと。いいよ。もう余裕じゃないのか。もう時間あり余ってるんだけど、なんだろう。ベッドメイキング。いいよいいよ。はい、どうぞ。ベッドがやっぱ多いとね、めちゃくちゃ楽だわな。うん。お客さんを待たせる心配がないからね。やばい、ちょ、待って。わからなくなってきた。はい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 。そして、はい、ここ。はい、よ。はい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 。で、その後ベッドメイキング。おじいちゃん大丈夫か。おじいちゃん寝かせて。ま、どっちが先だっけ。こっちかな。覚えてない。やばい。コリヒが終わったら、ちょっとあなたはここに運んどいて、私はこれを見てここに寝かせる。はい、いいよ。オッケー。で、患者さんが増えると、それだけやっぱ、大変だな。はい、どうぞ。で、ベッドメイキングでお医者さん呼ぶ。で、薬を運ぶ。お医者さん、やばい、お医者さんがいっぱいだ。おー、でも、終わったんじゃないか。おー、忙しい。でも、忙しいだけやりがいがあって楽しいわ。やっぱ、仕事ってそういうもんなんだろうね。さあ、出てこのかわいそうな広告。てか若干なんかこの画質悪いの何？広告の画質悪。うん、絶対こういうゲームじゃないんだから。今度やってみるか。ついにこれね。なんでこうなったんだよ。本当にかわいそうな。もう見てらんないからスキップするわ。新しい設備、セミナールームがアンロックできます。セミナールームって何？なんか教えるみたいな感じ。あ、はいはいはい。なんかあれかな、研修医さんになんか教えるみたいな場所なのか。あ、ワークショップ。はい、面白いね。あ、進捗 50%。これ 100% 言ったら何ができるかちょっと気になるよな。はい、ということで今回はですね、ハッピーホスピタルっていうゲームやってみたんですけど、いや、めちゃくちゃ面白かったです。ミニゲームも楽しいし、家具の種類とか選べてね、自分だけのなんか病院作れるみたいな、そういうのもね、めっちゃ楽しいし、最高だと思ったんですけど、説明にあるスッキリする治療なくね？やっぱり詐欺やないかい！はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。 SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おちたま。